こんにちは。いつも FX の相場解説ご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、メールいただきまして、お名前出さずに、返信させていただきます。S さんと呼ばせていただきますね。 S さんやっちゃいましたよ。先月のね、なけなしの、先月もあんまり儲からなかったんですけども、先月のあらりが全部すっ飛びまして、その先月のね、利益のね、3倍ぐらいが飛びましたね。言っても、本当にね、50万超えるような金額ではなかったんで、かすり傷といえばかすり傷なんですけども、またね、ちょっと目標を定め直さないといけないかなというところでございます、ね。沢井さんはさすがといえばさすがですね。やっぱりね、冷静な判断で、ロケットにはついていけなかったということですけども、利食いができているということで、私はね、もうずっとね、これは円高に触れるというその強い思いしかなかったんで、逆転現象をね、食らってしまったと。何が起こるかわからないというところで、とりあえず1時間足は何の解説もなしにね、長期足では売りだということだったんで、かなり幅広く取っていたつもりだったんですけど、まさかね、1日ですっ飛ぶという、ね、それもありますよね。こういう経験もすごく大事なんで、肝に銘じて、今までの自分を肯定しすぎるとこうなるのかなと思います。ある意味ね、未知の領域には挑戦なんで、日足とか週足ってのは私めったにエントリーしないんでね、そこで、やすやすと勝てるわけないなというところでございます。最初にね、目を覚まさせてもらって、今回のロスカットにはちょっと感謝するところもありますよね。沢井さん、本当、S さんこれからもよろしくお願いします。為替の考え方ね、すごく勉強になるということで、大統領選で10月は惨憺たる成績。なるほどね。私も勉強させていただきます。ありがとうございました。